どうもポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは龍が如くセブンやっていきたいと思います。ほいほい。はい、今日はバーテンダーから、うん、ジャッジアイズでおなじみですね。そうだね。マリネーいるかな。ま、マリネーはまだ酒飲んでる。ずっと飲んでるね。よし行きます。まあ、ちょっと入れなくなってるの寂しいなね。まあ、しょうがないけどね。入れちゃったらいるからね、きっと。桃源郷に今日は向かいます。あれ、なんか違う。え、やってなくない。あれ、え、あら、わ、ボロボロ。あれ、ボロボロになってる。あ、あ、え、ボロボロか。あれ、まあ、もらえるぜ。これで吹っ切れるってもんだよ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。おお。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。さすが。あんた、あだち。本当いい声してるんだよ。すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。眼帯の人登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず、半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。突っ込んだな。長かったんだな、本当に。やっぱ真島さんやっちゃったな。18年って違うね。キューちゃん、言って突っ込んでたの。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え、新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。三警察署の成果に後押しされて、びっくりしたやつ。都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。でっかい立ったな。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。カスが、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この街を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。信じるしかないな。もう、うん、これだけ見せつけられちゃう。いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。は？お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな、うんうん、だから結局全てを理解するまで前は自分の足で歩き続けるしかない。え、時間計ってたの。何でもお見通しみてに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで計りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。うん。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。それも言ってたの。お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて登場会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ、うん、ただ極道が警視庁に飛び入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。はいはい。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと思う。あ、堀之内十郎。警視総監、あいつ。俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中だった人じゃん。ほう。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。ほうほう。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。そっちも厳しくない？そっちも大変だぞ。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、うん、お前は知りたいはずだ。知りたい。ほう。ああ、なるほどね。まあ、それはそうだな。お互いにいいってことか。いいってこと。お前が今一番やりたいことは。おやっさんに会いたい。うん。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてい、うん、まあそうだろう。だよね。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ねえ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる、うん、
あんたよくそんな情報をつかめたな。そうなんだよな。刑事時代のコネを使ったんだよ、うん、きっちり金も取られたよ。情報屋的な。そうかい。それでその介護ってのはどこだ。よくぞ聞いてくれた。お、ああ。え、どこ？あ、もしかして。カムロップだ。あ、カムロップ。警察、あ、え、どこでやんの？あの中華屋。見てみろ、あの店。平安楼だ。ってでもさ、あの店は同じ名前じゃない？あの、なんだ、行ったことある。中華街にあったのと。あそこは超高級店だ。えらい高いんだぞ。ないない。一番食えなかったところでしょ。でも、おやっさんは昔、約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。うん。あの川のおやっさんが。俺を呼んでる。あ、どうした。場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっとそうだ。うん、目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。うんうん、あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ、うんうん、待てって。会合は夜になってからだ。まだだ。おまけにお前東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。まあそうだ、ね、大体正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って。その時が来るまで楽しみにしてろ。うん、なんだよ。じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。準備をしろってこと。一旦別れて夜またここで落ち合おう。はい。あとこいつ、はい、渡しとくぞ。何くれんの。何くれんの。電話。なんだ。電話だ。あ、なんだ。スマホだよ。見たことくらいあんだろ。ないだろう。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。やった。使えるかな。慣れるより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。出るかな。分かった。お、ポーズメニューからスマートフォンを選べるようになりました。メール受信、写真撮影、タクシー呼び出しもできるの。ほう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 。が行えるようになりました。スマートフォンの機能は今後のストーリー進行に伴って追加されていきます。はい、はい、よし。留音できない。じゃあいいな。留音できないかな。夜になったら劇場前広場のここに来い。できたら面白い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。はい、わかりました。ドット絵かわいい。うん。あ、夜になった。早い。やっと夜になったな。準備済ませて足立さんとこに行くか。やべ、戦うじゃん。準備ってことはさ。まあそうだろうね。ん、どこ。あ、ぶつかっちゃった。かわいい。あれ、足立さんどこだよ。え、いない。ここで待ち合わせって。騙された。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだ。これ足立さんもしかして。え、もったいない。いつも言ってるだろう。え、そしたらすごい。女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。何しろ手放しちゃうの。うん、オフィスに戻れだって。オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。たまに出るよこういう人。ふう、やれやれ。あよ、忙しそうなそこのあんた。へえ。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ソーリー、僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。なんでこいつ。おっと。なんか今後関わってきそう。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。はい、あ、なるほど。そりゃ足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ。電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。え、優しい人じゃん。僕がレクチャーしてあげよう。
いいのか？なーに、お安いご用さ。おー、こら、見つけたで。もう逃げさんぞ、こら。やば。大見連合。くそ、こんな時に。え、違う。あれ。嘘。そっち。あれ、日光型。日光型。来ないよ、落とし前つける気。Who are you? どちらさん。Who are you? だ。戻れ。わしらに不良物件売りつけてやる。何やって。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん。我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。どうしよう。おかしいな。僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ。毎日大赤や。おなごはどんどんやめし、客も入らん。デッキ代も払えんわ。経営が下手なんじゃないかい？そこは君たちがもっと営業努力をしないと。そうだね。いやだ。もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。ちょっとムカつくなよ。そりゃ怒ると思うよ。待てよ。なや。この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。そうだよ。どうがあんなら列に並びね。列並べ。後ろに並べ。あ、ちょ待ってください。あ。こいつまたスーツのもじゃもじゃ頭や。ほら兄貴たちが言うてましたや。搭乗官の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。自覚あったんだお前も。ニック大型だったから。ニック大型いいな。危ねえからちょっと下がって。ニック大型好きだな。ここは任せちゃっていいのかい？いいよ。ああ、その代わり片付いたらスマホの使い方教えてくれ。ニック大型も強そうだけどな。オーケー。オッケー。オッケー。じゃ抜かしやって。行ってまうとこら。やる気だけ十分の手加減しねえぞ。同じ武器持てるよ。よし、いざ。ほら。今回あれね、まあしょうがないんだけどさ、一回だけさ、カリスマの説得がない、耐震パンチしよう。だからしょうがないことするね。あ、意外に効かないな。お、うまやった。意外に強いこの人。うん、あんまオウミの人かっこよくないよね。そうだね。どうしてもオウミはかっこいいはずなのに、なんでスクンじゃ、ね、お、うまいうまい。渾身パンチ。え、どこか戦うのに MP 減っちゃう。いやはぁ、もう使っちゃった後だ。ふぅふぅって言ってる。ああ、痛そう。で、本当のとこ、こいつらに売ったのは不良物件だったのか。まさか、月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては有料物件さ。へえ。おう、そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。あ、よかった。危ない。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。うん、そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そうだね。そしたら、そんでこいつらに店を売ったってのか。ダメだったってことか。イエス。さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。土星論だった、うん、だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。いい、いい人ってか、ちゃんとした人だ。案の定、彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく、うん、要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。おお、
クソが、それでもほんのじゃ。商売上手だな。すごいな。ところで君、名前は？春日だ。うん。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。そういうことだな。そうだぞ。僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ、うん、もちろん忘れちゃいないよ。じゃあ、早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。教えて。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい？ニックから？これからはメルトモだ。メルトモって今言わなくない？いるのかな、メルトモって。まあ、いいんだけどよ。まあ、言うかも。俺はちょっと訳ありだぜ。今日、無所出てきたばかりだ。ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺しだ。おっと、そうなのかい。それはまた。ずいぶんとバカ正直な男だね、君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんだね。へえ。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほど大物だな。いやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。仲良くなった。じゃまたな、一番。バイバイ。バイバイ。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。意地でも？なんだあいつ。あ、いた。使い方習ったけどいたわ。デフワの使い方教わったのに。俺の初めてのメルトモだよ。カラスさん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。あ、兄ちゃんいた。久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。ったく。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。できてる。お前牛丼食わないでいいの。あ、牛丼屋ここか。すぐそこ。あ、ここか。ちょっと食ってくる、うん、ちょっと食ってこ、食ってこようか。うん、ちょっと食べたくなっちゃった。足立さん食ったって言ったらちょっと行ってくる。待ってて、うん、牛丼屋すぐだから。俺は特盛りすぐ食い終わるから。俺は食い終わるから。あ、お金ある？あ、ないかも。あ、牛丼はいける。牛丼は食える。兄ちゃんいる？あ、兄ちゃんかな。いらっしゃいませ。違う兄ちゃんかな。違う兄ちゃんかな。わかんない。おすすめは食べれない。メニュー選択。あ、400円だから食べれるよ。特盛りは無理だわ。まあ、待たしてるしな。うん、よし、よし。いただきます。いただきます。ごちそうさん。早い早い。あ、お腹すいた。ありがとうございました。兄ちゃんじゃないのかな。なんだ。よし、行こう。行こう。牛丼食いたくなっちゃったからな。よし、これで大丈夫だ。これで元気だった。回復した。いろいろ回復したぞ。戦ったしな。ごめんね、牛丼食ってきたわ。おい、もう牛丼食った。大丈夫だよ。大丈夫だ。あ、大丈夫だ。多分な。多分だよ。で、さっき言ってた店に入るための柵ってのは何なんだ。
正面突破。おこれだ。えあ、おい、反対側手伝えよ。マジか。マジかよ。あ、マジか言ってくれた。嘘。二人じゃなきゃやっぱ無理なんだな。あ、それを一人で持ち上げてた西島さん、やっぱやべえな。やばいな。よし。ん？ん？足立さん、あんたも行くのかよ。ああ、当たり前だろ。荒川と話してえのはお前だけじゃねえんだ。やっと警視総監とのつながりを聞き出して、その証拠を、あ、やつだった。やつと警視総監とのつながりを聞き出して、その証拠をつかむ。俺がお前と組んだのはそのためだ。うん、足立さん、定年間際なんだろ。年寄りが無茶すんなって。ん？お前、俺にそんな口聞くのか。誰のおかげで荒川の居場所が分かったと思ってんだ。はあ、あんただよ。揉めてる場合じゃねえだろ。こっから先は一蓮托生で行かねえと、お互いやばいことになりかねないんだぞ。やだ、俺もお前の手伝いをした。だからお前も少しは手を貸せ、貸してくれ。くそ、分かったよ。あ、お音楽よ。ふざけてんだろな。あけど、免許センターのおっさんが警視庁のトップとどんな因縁があるってんだ。知りたいか。ぜひ知りたいね。いや、マンホール開けたなら入れば。まずぜひ知りたいね。一連託証っていうくらいだから隠し事はなしだぜ。じゃあお前も教えろ。鈴森を撃ったのは誰だ。俺だ。おい、俺だ俺だ俺だ。何が隠し事なしだ。おら、行くぞ。くそ。わ、いや、ああ、うん、何これ、急にダンジョン感、ダンジョン感出してきたよね。本当にこんなところから行けるのかよ。あのビルに繋がってるはずだ。ええ、ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろ。やだ、変な奴ら。前は仲間だったぜ。ね、結構。どうする、一旦この辺で切る。そうだね、一回ここで切ろうか。うん、ダンジョン感出したところから、ね、仲間になったし、うまくこうここでいっか。うん、よし、はい、じゃあ今回の動画はここまで。おう、よいしょ。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。